はい。皆さん、こんにちは。ワーナリグルービージです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッション19、レベルは5です。海上自衛隊が全幅の信頼を置く、名指揮官、沼田一等海佐が指揮する第二護衛隊軍に挑むということです。海域は東京湾、深度は0ということなので、潜水艦にとってはなかなか、厳しい戦いになりそうですね。その自衛隊の編成ですが、汎用の護衛艦に潜水艦というところです。では早速、魚雷を装備して出撃していきたいと思います。水上艦と潜水艦と自衛隊は編成をしてきているようなので、まあ、両方ね、ある程度バランスよくというところは考えていきたいと思います。で、水上艦にはですね、まあ、トマホークですね。あとは、シーランスもそれなりに数は持っていきたいと思います。こんなところでどうでしょう。まあ、水上艦は主に本当にね、トマホークで仕留めていくということになると思うので、まあ、どれだけトマホークが効果的に撃てるか、まあ、そこがポイントになるかなと思います。さらに、装填時間ですね。これ、スキルマックスまで上げました。これで出撃していきます。あとは魚雷の搭載本数をもうちょっと増やしてもいいかもしれないですね。今65本なので。では、戦闘開始です。早速敵がうようよしてますね。潜水艦に、水上の護衛艦と、多様だと思うので、まあ、まずはしっかりですね、トマホークで一撃は一撃で仕留めていくと。一撃で仕留められるものは本当に一撃で仕留めていかないと危ないですよね。敵の数も多そうなので。ミサイル、外れましたね。トマホークの数、もうちょっと多く持ってきてもよかったかなっていう感じも今更ながらしますが、まあ、ここはもうね、今更なので、ひたすらトマホークと魚雷を、ぶっ放していきたいと思います。で、シーランスももちろん持ってきてますので、潜水艦にはまずシーランスから撃っていければいいかなというところですね。さあ、命中。駆逐艦山行き。撃沈です。まあ、トマホークであれば、駆逐艦クラスであれば一撃で撃沈できますね。で、潜水艦もおそらく一撃で倒せるのかなと思うんですけど、注意しなきゃいけないのが、空母ですね。まあ、ただ、海上自衛隊、この時期のものに関してはですね、軽空母も含めて、存在しないのかなと思いますので、まあ、あまり気にせず、ここは、トマホークを一発ずつ撃っていきたいと思います。さあ、トマホーク命中。駆逐艦アサギ。撃沈です。では、少しスピードを上げつつ、湾の奥部へと入っていきます。命中。トマホーク命中。ミサイル駆逐艦コンゴ。撃沈です。マーク50の魚雷命中。ノイズが走ってないときはね、トマホークの温存のために魚雷も撃っていきます。高槻撃沈です。さあ、ミサイルがいくつか、阻止をされ始めてますので、ここはですね、魚雷に切り替えつつ、こちらもですね、敵の対応にアジャストしていきたいと思います。マーク50の魚雷命中。ミサイル駆逐艦、旗風、撃沈です。さあ、続いて、すかさずですね、今度は魚雷へと切り替えていきます。まだ敵の潜水艦とはぶつかってないので、どっかでね、敵の潜水艦も来るというのは想定しておきたいと思います。というところで、敵の、これは、機関、沼田一等海佐が乗る座礁艦ですね。これを発見してます。ま
まあ、これを撃沈しつつ他の艦艇もできるだけ相当していきます。まだ特に潜水艦に、ね、当たってませんから、ね、気になりますよね。沼田一等海佐の座礁する春風から魚雷が出てますので、こちらもですねデコイでこれを回避していきます。沼田さんの魚雷は優先魚雷でした。危なかったな。さすが沼田さんというところだったんですが、これなんとか返してます。さらにね、敵の魚雷をある程度数打ってきてますんで、まずは回避しつつですね、ここも優先魚雷でしたね。なので、ちょっと魚雷が打たれないところに位置取りを変えて、今度はこちらが魚雷をね、打っていきたいと思います。沼田さんの乗る春風とは一旦距離を置いています。そしてこちらは敵の潜水艦、これを発見しましたので、これもね、ちょっと仕留めてみたいなというところもあって、今、対潜水艦戦に移行してます。魚雷をデコイで回避してきているので、こちらはさらにオーニングで出すとまずそうなので、優先弾で。出します。優先の魚雷が、ちょっと爆発に巻き込まれてしまったので、シーランスに変えます。これも、ちょっと爆発のノイズがきつかったかな。ちょっと位置取りを変えてもう一回リトライしたいと思います。さあ、シーランス、命中しましたね。撃沈。攻撃型潜水艦、竜波を沈めたか。これは嬉しいな。ただ、後ろから魚雷を受けてますね。ちょっとこれの回避に入りましょう。間に合うかな。なんとか魚雷を回避して、後ろから迫っている、別の潜水艦にね、ちょっと切り替えていきたいと思います。ターゲットをね。そんなに距離はやっぱりないですね。で、優先弾を撃ってきていたので、そこまで距離は開いてないかなと思ったんですが、やはりそこまで距離は開いてなかったんです。さあ、シーランス、2発目。命中。これも撃沈できるはず。撃沈しました。優秀撃沈です。では、敵の潜水艦もね、2隻仕留めて力の差を見せたので、ここからは、沼田さんの春風、狙いに行きましょう。さあ、春風発見しましたね。まずは、マーク、70の魚雷、これを6連装で出します。速度は5ノットまで減速。これ、撃った直後にですね、トマホークも出しましょう。トマホークも通常弾頭で6本。これで確実にね、仕留めたいと思います。魚雷が先に刺さりそうですね。6本の魚雷が刺さりました。ごめんなさい、春風じゃなくて春菜ですね。撃沈です。まあ、いわゆるヘリ空母と言われるようなものですね。はい、音もだいぶ採取することができました。では次のミッション、最後のミッションになります。ミッション20、これを行っていきます。米国大統領ニコラス・J・ベネット自らが指揮する大機動部隊に決戦を挑む。いやー、どれくらい空母が存在してるんでしょうね。ハワイ沖、敵の空母は3隻、さらにアーセナル艦が2隻、多数のイージス艦、大艦隊ということなので、ここはもう、弾頭を増やして、魚雷の数を増やしていきたいと思います。では、ミッション画面に入りました。さあ、敵の大艦隊に挑むということで、まずはボトムについて、敵の大まかな位置、これを確認していきます。まあ、
敵の機関、ベネット大統領が座礁しているのはおそらく空母だと思うので、まあ、複数のね、魚雷ないしトマホークを確実にヒットさせる必要があるというところもあるので、魚雷のね、残数には十分に配慮をしておきたいと思います。では、進んでいきまーす。震度は500まで、上昇。速度20ノットです。敵発見、トマホークが撃てる100まで浮上します。で早速、耐水弾来ましたね。でこの耐水弾を返しつつ、攻撃態勢に入ります。トマホークと魚雷を、もう時間差ほぼなくですね、連続的に撃って、まずは敵の前衛部隊ですね、これを仕留めにかかっています。まずは魚雷が命中してますね。ミサイル駆逐艦、ザ・サリバンズ。サリバンズかな？これを撃沈します。さらにトマホーク。これも命中です。ミサイル駆逐艦、フィツジラルド。これも撃沈してます。さらに、トマホーク撃っていきます。この混乱に乗じてですね、できるだけ数を仕留めたいというところですね。命中。ユエシティ。これも撃沈です。まずは敵前衛と思われる4隻。これをね、確実に仕留めます。さあ、ノイズがだいぶ出てますんで、こちら優先弾に魚雷を切り替えて、確実にヒットさせましょう。カッパーを食らったかな。そしたら、トマホークに切り替えます。この距離でトマホーク撃てば、迎撃できないんじゃないかな。してくる！さすがだな。そしたら、今度は真横から魚雷を撃っていきます。敵もね、ここは魚雷が撃ちやすい位置取りにはなるので、まあ、早い者勝ちですよね。こちらの魚雷が、ヒット。アンツヨ。これも撃沈です。さらに画面の右上に矢印多数出てますので、ここにね、敵艦がいると思います。向かいましょう。さあ、また敵の、部隊ですね。大部隊発見してます。しかも複数が、同時に耐水弾を撃ってくるので、これの回避からですね。しっかりしましょう。こちらの魚雷は命中。ミサイル巡洋艦スタレット。これもね、撃沈できると思います。敵の魚雷をかわしきったら、攻撃態勢に変更します。トマホーク、命中です。J ・ダニエルズ、これを撃沈です。では、また敵の耐水弾をかわしていきます。ちょっと一際大きい艦艇がありますね。魚雷命中、これは巡洋艦か戦艦クラス。アーセナルシップでしたね。アーセナルシップ。これも一撃でうまく仕留めました。大きいですね。そしたら優先魚雷に切り替えて、手近にいる、敵の艦艇。これは、駆逐艦か巡洋艦か。このクラスの艦艇。これを撃沈。ミサイル巡洋艦でした。さらにトマホーク命中。もう何隻沈めたかわからないんですが、逆にこちらも弾数が気になり始めているので、そろそろ敵のですね、空母、これを目指してちょっと、マップの奥深くへと進んでいきたいと思います。空母から航空機が発艦しているので、それほど遠くにはいないかなと思います。さあ、敵の大艦隊、第2波、第3波と、見つけてきてますけども、ここに空母がいた。この空母の名前は不明。ちょっと回り込んで、空母をね、撃沈してまいりましょう。おそらくここに空母が複数潜んでいるように
艦影からは見えたので、ここをね、逃さず仕留め切っていきましょう。やはり、少なくとも2隻確認しましたね。では、ホーミングで、まずはね、空母狙いましょう。空母3隻、艦影確認しましたね。ここに必ずいると思うので、というので、機関、キティホーク。キティホークをうまく仕留めましたね。本当にね、今ね。2本の魚雷、マーク50の2本の魚雷でうまく仕留めることができました。さらに、トマホーク、ちょっと撃ってみましょう。あんまり数がね、残ってないという怖さがあるんですけども。さあ、敵は優先の魚雷を撃ってきてました。これ回避間に合うかな。JF ケネディにトマホーク命中、撃沈しましたね。こちらは敵の魚雷、なんとか回避。もう一隻空母がこの艦艇の中に潜んでいると思われますので、それを狙っていきます。優先の魚雷、マーク48、これは対水上艦船用の魚雷になりますけど、これを装填して、真横から、まずはね、目の前の邪魔な一艦を撃沈しましょう。で、こちらは爆発のノイズの中に身を隠します。お、ここに敵の機関、ケネディ、が乗ってるところをね、見つけな、ベネットですね。ベネットがいるところでしたね。ではちょっとベネットがいるところを介して、もう一隻の空母。これもせっかくなら仕留めてみたいなと思うんですけど、どうかな。発見。通常弾頭のトマホーク2本。これですね。さらにこちらはデコイを撃って敵の魚雷回避しましょう。トマホークで魚雷、空母ニミッツ、これ撃沈しましたね。なのでデコイを撃つ必要もなく、敵の魚雷は逸れていきました。ここは本当に潜水艦はいない感じなのかな。今のところ潜水艦をね、遭遇せずに敵をここまで追い詰めることができてますので、このままね、残り見えているところを沈めてしまいましょう。さあ、ではですね、ここまで来て、もう敵の機関を守る護衛艦は見当たらなくなりましたので、トマホークを撃ちつつ、魚雷も交えてですね、確実に仕留めていきたいと思います。敵のウェイキーにつきましょう。ウェイキーについて、魚雷をですね、優先、ホーミング、さらにはトマホークと織り交ぜながら仕留めにかかります。トマホークを撃った後は、まあ、確率を期すんであれば、やっぱり優先弾有効かなと思います。トマホーク、命中。撃沈です。メリーマックと。敵の機関のアーセナルシップでした。というわけで、コンプリートモード全20ミッションクリアしましたね。はい。ということで、コンプリートモードをクリアしました。今、最後気になる、立浪に乗れと。コンプリートモードをプレイするときに L1 ボタンを押しながら、操作を始めたら立浪が送還できるということなので、この後はですね、立浪のコンプリートモードも挑戦してみたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、立浪編をお届けしていきたいと思います。